にちは、N フラワーの本部インストラクター柿原幸子です。よろしくお願いします。今日は多肉植物のアレンジメントを、やっていきたいと思います。お願いします。まず材料というか、使うものすべて紹介したいと思います。今日は一寸サイズの多肉バラエティのものを、仕入れまして、その中から、まあ、好きなものを、チョイスしました。あと、ここにあるのはちょっとちっちゃい多肉で、朝ちょっと積んできた、庭から積んできたものなんですけど、見えますか？こんなちっちゃなものですね。こういったものをちょっと積んできたものを、隙間をちょっと埋めるためにこれは、使います。でこれは水苔です。水に浸していますね。はい、だから、これは多肉専用の土です。通気性のよく多肉植物用の土って売ってます。そういったものを、用意してください。今日私はベラボンという、サキュレント用の土を用意しています。あと手を洗うため の, ちょっと手を すすぐ水です。はい、でこっちの方ですが、今日、アレンジを仕立てる器と、あと、こういう風にアクセ、まあ、こういったちょっと、資材を使います。で、土を入れるスコップと、仕立てる時に竹串でもいいんですけども、こういったものを使って、仕立てます。で、まあ、ハサミと一応しました。で多肉の上に土がこうかぶってしまうので、柔らかい毛の先の柔らかい、ブラシ、こうやってできるようにいつも持ってます。お化粧品用のこれは私のブラシです。何でもいいと思いますので、こういうものがあれば、ご用意があればやっていけます。で土を外して、ここの一寸のサイズの土を外して、アレンジしていきたいので、一応こういうシートの上でやるか、まあバケツを用意するかされるといいかなと思います。はい、じゃあ次はこちらの、ベースに、底敷きネットを入れます。はい、でそれを引いたら、もう直接この土を入れます。こうかな、こんな感じで結構押し込んで入れます。大体フラワーベースの8割ぐらい入れますかね。入れていただきました。で、この果肉を合わせて、この根元を揃えて、この水苔で、ね、巻いて、根元にマフラーをするような感覚で、こんな感じで巻いていきます。でちょっとギュッと根元をギュッと縛ってもらって、こんな感じで巻いていきます。こうよりいろんな色がこうやって組み合わさってる方が可愛くて、グラデーションが効くので、全部同じようなものを一緒にするんじゃなくって、こんな感じで入れます。よいしょかな。同じものはあまり飾らない。端から、このアレンジのブラベースの埋め方は端、器の端から、でこの水苔を軽く絞って根元巻いていってます。ですね。でちょっとキュッとして、また外側にベースの外側に置いていきます。ここできちっと端から決めていかなくても、後で整えれますので、
これを繰り返していきます。フォーカルポイントを主役のお花をね定めるやり方もありますし、今日これ最初にやるアレンジメントのちょっと基礎ベーシックなので、何も主役のお花フォーカルポイントは、設定せずこうなんとなくこう入れていく、アレンジを入れていく、フラベースを埋めていくっていう感じの最初のベーシックなアレンジメントです。でこれで今あると思いますので、でも中央に入れるときには少しこの下手の棒で中へ押し込みます。こんな感じでちょっと土から外れましたので、ここがまだ整えてはいないんですけど、整える前にこういう、資材物があるときはまず入れ込みます。こんな感じでね、整える前に入れます。でここからさらに下手の竹串などを使って、ちょっと水苔がラバーベース口に、かき口にねちょっとこぼれてたりすると美しくありませんので、ここでしっかりと整えます。最初のこのベーシックなアレンジ、多肉のアレンジはアップダウンもなければ全体がこうで、この水苔今濡れてますから、乾燥するとこの器の中でわーっと広がって、なんでしょう、落ちないようになります。しっかりと器の中で膨張されますので、水苔で、ここまでできたらもうほとんど完成な、ぐるっと全部全体にアレンジ埋めれましたので完成なんですけども、ここに少しさっきちょっと庭で摘んできたって朝摘んできたって言ったのは、この切り口のところ、これで朝ハサミでこう切ってきてるんですけども、この切り口のところは、水分が乾燥した状態であればこのまま水苔の中に差し込めばいいので、これをちょっとこう大きさのね違うちっちゃなものを入れてあげることで隙間が埋まったりとか、あとなんかやっぱりちょっとポコポコして可愛らしさがアレンジの中に出てきます。ちょっと竹串で刺して穴を開けてそこに差し込む感じで入れてもらったら入りますね。全体に全体に手を重心をかければちゃんと整ってくれますので、多肉さんは、はい、でちょっと少し綺麗に、土をかき口の水苔も綺麗に払い落とします。
完成です。いいですか？はい、ありがとうございました。